ことにんやわたぐことにんやわたぐことのまま八幡ぐは、静岡県掛川市や坂にある神社。式内社で、とうとうみ国一宮。ぐ旧社格は、県社。御神門は、吉光に、占い像、左三つどもえである。旧東海道沿いの、西阪宿及び西予の中山の西の入り口、宮村にある。当社と諏訪大社、特に、下社東宮。 長野県諏訪郡下諏訪町及び修験道場として名高い都隠し山、長野県長野市は、ほぼ南北一直線上にある。近隣を通る国道一号西坂バイパスのことのままトンネルはことににあわたぐるから命名された。兄弟三霊人の女神で、雨の小屋根の命の母、創建時期は定かではないが、社殿では、聖武天皇の知性としている。 古くは町の神、忍寺神社、ままのこと神社などと呼ばれ、縁起式神明朝には、おいらの朝さ神社と、祭されている。大道2年、807年、坂の上の田村丸が統制の折、幹武天皇の直命によって、それまで鎮座していたすぐ北側の本宮山から、現在地へ遷座させたと伝えられる。平安時代後期に、八万信仰が広まると、公平5年、 1062年、源の頼地下が、岩清水、八幡宮から八幡神を誕生し、日坂八幡宮や八幡神社とも称されるように言った。東海道沿いにあって、南所であった左右の中山の西側の麓にあたることや、ことのままの名が、願い事が、意のままに叶うの意味を持つことから、多くの人が旅の安全や願い事成就を祈るため、 立ち寄り、また、江戸幕府も主因公も石余りを献上するなど、数形を集めた。また、古くから多くの書物が、この社のことを記しており、平安時代には、清少納言の、枕の宗子や多くの和歌、鎌倉時代には、あず鏡、江戸時代には、実編社十九の、東海道中膝栗毛などに、願い事が叶う神社として登場している。明治以降は、 剣者に列し、単に、ヤワタ神社と称した。第二次大戦後に、ことのままの名を復活させ、ことにんやわたとした。昭和二十二年に、GHQ の政教分離政策に伴い、社格の制度が撤廃された際、由緒ある、古来の社号、ことのままの社に基づき、ことにんやわたを復活させたのが、現社名の始まりである。前の通り、ことは、 願いがことのままに叶う神社として古くから信仰されてきたという歴史がある。人々がいつの時代からこのような考え方を持つように至ったのかは定かではないが、これはこの神社がことのままという名称を冠していることに由来している。聖昌納言の書いた枕の創始にはことのままの妙人、糸頼もしとある。この文句が様々な文献の紹介文などに引用され、 また、例大祭のポスターのデザインに使用されたこともあり、現代では人々のよく知るところにある。確かにこれだけを見ると、清少納言がこと人やわたぐうの力を評価し、簡単しているように見え、願いがことのままに叶うを根拠づけていると言える。しかし、この文言の後を現代語訳すると次のようである。原文古の者、立田の者、花淵の者、三りの者、 次の御社、印やらんとお菓子、ことのままの名人、糸頼もうし、さのみ聞きんとや言われた、まはんと思うぞ、とおかしき。この時、さのみ以下を現代ご分けすると、それほどお聞きになっていると言われていると思うと、大変興味深いことだとなる。しかし、この時の、思うぞの、ぞ、は、かかり助手となっている。この、ぞ、は、とおかしの部分にかかって、 強調の役目を果たすが、聖章な言は、願いが叶うと言われているのではなく、あえて言われていると思うことを強調している。こと人やわたぐーの主宰神であるオイラの朝さちひめのことの町姫めの御ことは、ことの葉を通して、世の人々に加護を賜う、ことよさしの神として言われている。ことよさしという言葉は、ことよすという語に、さらに敬意を含めたもので、高い神がお言葉を持って、 またことになぞられて、権威にお力をする、間を伝えられるの意味で、危機にしばしば用いられている。すなわち、実際は、天の声をオイラの朝サ姫命が人々に伝えるというのが正確であり、人々の知るところとは逆である。つまるところ、聖書ナゴンはオイラの朝サ姫命が、人々の願いを天に伝えるという、誤った解釈が世間に広まったことを、 皮肉を込めて書き綴ったものが、枕の創始であるという主張が、今日でも願いがことのままに叶うとして参拝する客が多い、中で存在している。こと人や渡具霊大祭は、西坂地区の小宮、下町、本町、川向井の各町、八坂地区の宮村、塩井河原、影森、海老名の各町が参加して模様される。近年は、ハッピーマンデー制度により、 敬老の日を挟んだ9月の金、ね、土日用の3日間で行われる。例大祭が初めて行われた時期は定かではないが、1968年、昭和43年9月14日付の新聞には、海洋文久の年間五か年にかけて、この辺一帯は干ばつに愛水殿は亀裂して、稲作は枯れ果て、一粒の米も収穫できなかった。そこで、八万宮にて、 雨乞いのご祈祷をしたところ、雨が降ってきた。そのためこの年は、豊作となった。豊作を祝う法年祭が、青年会を中心に、座敷舞台を作り、笛や太鼓でお囃子をやった。この座敷を動く、座敷台にしたいということで、屋台が作られたとある。家営が1848年から1855年。 文久が1861年から1863年で、あるから少なくとも江戸時代にはこの祭りが存在したことが伺われる。1945年、昭和20年頃に日坂と八坂を結ぶ唯一の道路が国道1号に指定され、祭典としてこの道路を使用することができなくなった。このことによって日坂地区と八坂地区、宮村は地理的な関係で、 日坂地区として、参加の屋台は顔を合わせることはなくなった。2001年、平成13年、日坂バイパス開通に伴って、旧道となり、日坂と八坂をつなぐ区間は、静岡県道415号日坂八坂線として、静岡県へ移管され、37年ぶりに、八坂地区が、八幡宮に見入りすることとなった。例大祭では二輪屋台を使用する。特徴としては、 屋台上部が欄干状ではなく、障子状になっていることである。この障子の部分は上に向かって開いており、朝顔に似ていることから、朝顔屋台と呼ばれる。二輪屋台の特徴として、屋台の引き回し方があるが、ことにんやわたぐうれい体裁の引き回し方は、比較的荒いと言われる動画サイトに、いくつかアップされているので参照されたい。例えば屋台を左右に振るということは、 他の地域でもよく見られるが、ことにやわたく例大祭の屋台は手儀に補助輪のようなもの、釣り棒がついていないため、手儀を上下させるということを頻繁に行う。そのため、毎年手儀に足を挟まれるなどして、怪我をする人が発生する。なお、これをやりやすくするために、手儀が横に長くなっていることも、屋台の特徴であると言える。例大祭では、丸ぶらにろうそくを使用し、 屋台の下にバッテリーを積むということはしていない。ただ、火を扱うため、ちょうちんが燃えるということが、稀に発生する。ことにんやわかぐうの社殿では、807年に、関武天皇の直命により、坂の上の田村麻呂が、元あった、本宮さんから、現在の地に遷座したと伝えられており、2007年は、その年から数えて、ちょうど1200年であった。そのためこの年は、 二日目の大笛祭り終了後に八丁連合運転によって半世紀以上ぶり、川向かいは初めてに日坂の屋台が海老名の地を踏むことになった。また、境内で乱漁王の舞が奉納されたり、大笛祭り直前にマイクによる紹介に合わせて八台の屋台が見合いしたりと五千座千二百年祭を盛大に取り行った。なお、おたりのしを修復し台車を新調したのも、 ポスターを作成したのもこの年の出来事である。さらにコトニン・やワタグーとしても数計法送会を発足させた。これについての詳細はコトニン・やワタグー HP を参照されたい。平成29年は前日の御0座1200年から10年が経過した年であった。これについては先の1200年祭から10年しか経過していないことへの批判もあったが区切りの時を迎え、 10年前に感じた気持ちを一度思い出すという、節目を大事にしたいとする宮司の願いあって実現したものである。祭典中は、大笛祭りにおける乱、両王の前の奉納や、宝粛花火の打ち上げによって、無事五千座千二百十年を迎えられたことが盛大に祝われた。祭典中日にこと人やわたぐで開催される。大笛祭りでは、丘、蔵らや、 各町内奉納林が披露される。この大笛祭りの、大笛とは、中園竹友会が、こと人や若宮に奉納したものであり、竹友会による奉納林も行われる。なお、大笛祭りの時に境内に屋台を入れるのは、その年の連合会長及び、当番会長ではない校長である。川坂屋の坂は急勾配となっており、屋台の扱いには特に慎重になる必要がある。 この坂を登るときは、勢いよく、一気に駆け上がり、鉄火、駆けつかの曲を用いるところもある。下るときは、静かなお囃子で下る。この生徒道の織りなす、祭りの風景も、こと人やわたぐ礼大祭の醍醐味である。連合万歳は、祭典三日目の夕方に行われる。ブレー校の後に、日坂の街道にて、連合運転を行った後、八丁の屋台が、 ことにんやわたぐうに集結するのがここ数年の傾向である。まず、小宮三角で八丁の屋台が手際を下ろし、ちょ丸ぶらに火を入れる。剣道を完全に封鎖し、一丁ずつ剣道を通過する。この時、境内に入る屋台は、大笛祭りとはであり、連合会長及び日坂、八坂の当番会長である。屋台が剣道を通過し終わり、それぞれ手を下ろすと、 連合会長の温度で万歳参照が行われる。連合万歳の時間は、八坂カ参長が見合いできるようになって、以降時間が早まった。なおそれまでは、万歳の時間は、今よりも遅く、八坂カ参長の青年は、屋台格の後、車などを用いてことにやわたぐうに万歳をしに行っていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。